都市伝説シリーズ第2弾でございます。助けてくれー。バカだ。くそ、やられた。何を。ちょっと、えこれうまそうじゃね。普通に。でもどう。もううめえ。え、マジ。誰か座ってるべよ。ほんとだ。ばあちゃん、リンゴ落としてるよ。落としました。おばあちゃん。痛い。どうも、花子です。今日はねということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども、都市伝説シリーズ第2弾でございます。ということで、今回探していくのは野生の魔女。こちら探していきたいと思います。聞いたことあります？魔女はあるよ。魔女、まあ、魔女って言ったら結構有名で、昔話とか絵本とかいろんなのに登場すると思うんですけど、はい、まあ、それぞれいろんなイメージがあると思います。なぜそういう絵本とかにいろいろ書かれるかといったら、実在するからだと思うんですよ。はい。実在もしないのにあんないっぱいいろんなところで書かれないでしょ。まあそうだよね。やっぱりもちろん実在して、それを見たことある人がいて、その絵からいろいろ、まあ多少ストーリー変えられて書かれてますけど、うん、今回はその魔女を書かれる元となった、はい、本物の野生の魔女を探していきたいと思います。で、実際この辺噂で聞いたんですけど、たまに出るらしいです。たまに。そう。マジでこんなとこに。うん、この森。ただあれだべやん。ほんと、そのただのばあちゃん、うん、じゃないかっていう人もいるんですけど、いや、もちろん俺もそう思うけどね。ここ全く見渡す限り家も道路もないでしょ。うん、こんなとこにばあちゃん一人でいるっておかしくない？いや、まあ結構怖い。そっちの方が逆に怖いかもしれんけどな。ってなったらやっぱり魔女も結局は人間だと思うんですよ。はい。元をたどれば。まあそうだよね。うん。ただこんなとこに普通のばあちゃんがいるわけないから、うん、魔女だって言われてるんですよ。なるほど。その真相を確かめるべく僕たちは今回この地に来ました。はい。早速じゃあもう手がかりとか痕跡を探してこの森回っていきたいと思います。はい。それでは早速行きましょう。さあ、行くぞ。うわ、トラップか。いきなり深いじゃん。めっちゃ深いよね。トラップとかあんの？魔女の仕業？ここに迷い込んできた人間をトラップ仕掛けて動けないようにして、その後。何よそれ。クツ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 。鍋で。確かに魔女といえば鍋だ。で、グツグツ煮込むんじゃないか。あるあるある。危ねえ。それぞれね、やっぱり魔女ってイメージあると思うんですけど、うん、沖本さんどういうイメージある？お、俺ね、あれだね、ほうき？ほうきに乗ってるイメージがあるね、なんか。ほうきに乗ってこういう可愛い系の魔女ね。あ、そう。あの、魔女の宅急便系の。いや、そう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 。あ、そっちね。結局もあれも魔女じゃないですか。いや、そうだよ。あ、だ、魔法使えるってことだ。で、魔法を使えるっていうのはもう元から変わって変わって変わって、イヤホンガンガン伝言ゲームのラストの方だと思うのよ、もうこれは。確かに魔法を使えるって相当だぞ。だってだからリアル魔女を見つけたいんだよ今回は。本当にいんのか。もしかしたらでもほうき持ってる可能性もあるしね。ほうき持って飛ばれたら俺ら逃げても逃げてもよ。いや、やべえよ。空から見られるわけでしょ。前回第1弾野生の鬼探したんですけど、その時沖本さん、俺ちょっと用事で行けなかった。違います。野生の鬼の時は、うん、危険だからっつって僕一人で来たんですよ。あ、そうだ。そう、もしものことがあるから。あれは実際 見れたのかい？見れました。マジ？いて落下性ぶつけて帰ってきたけど、うん、全く効かなかったね、やっぱり。マジで？うん。でも野生の鬼ってマジでいたんですよ。なんで今回も野生の魔女これいるんじゃないかと思って。いかにもさ、この魔女の出そうな森の感じわかる？いや、なんか木がおかしいんだって。まず木がおかしいでしょ、うん、うねうねしててさ、うん、もうなんか不気味でしょ。不気味。ヘリコプターの音しないか。魔女。ヘリコプター。ヘリコプター来た。魔女。魔女ヘリコプターで来た。乗ってきた。違う、わかった。昔ほうきじゃなくてヘリコプター乗ってたんだ。ここだ。バカバカバカ、お前魔女だったらどうすんだよ。助けてくれ。バカだってお前。なんか不気味だ。ああ、お前なんか気づかないか、ここまで歩いてきて。
なんだ、普通こんだけ山だったら野生動物の足跡ってさ、うん、結構あるじゃん。確かに。この辺一面見て、一つもないよ。これなんか雪落ちた後ぐらいしか、うん、動物の足跡が一つもない、うん、こんなにないことないぞ。てことはだよ、この辺の魔女が動物とっ捕まえて、それやめてよ。なんかグツグツやってんじゃねえか。マジか。だって食料つったってこの辺の動物捕まえるしかないべ。うん、お店もないしよ。うわっ、くそ、やられた。何を、ちょっと、え、くそ、ちょ、また第二の罠これ。え、ふっくー、今引っ張られた。嘘よ、地面からグーって引っ張られたぞ。マジで言ってんの。え、下にいるってことじゃ。ワンちゃんなんか家、これ魔女の手下的な。今ですね、はい、結構歩いてきてまたちょっと不気味な森に入ってきたんですけど、はあ、なんかあるんだよね。え、あそこわかる、あの正面、あそこになんかあるんですよ。え、どこよ。赤いやつがわかる、木の、ちょ行ってみよう。木のとこか。そう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 。なんか違うべよ、ゴミとかじゃねえのか。森で赤いものなんてなくね。なんだこれ、なんかの実、もしかしたら魔女の罠かもしれないから、じゃああんま触んないだ方がいいかもしれん。ちょっと待って、あんま近づくなってダメだ。お前来いって。何よ、映せってこれ、わかるか。いや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 、罠だ罠、罠に、罠だ、やばい。リンゴだべよこれ。そう、リンゴの木ないべ、こんなとこ。ないよな。しかも時期的に今冬だしな。いいリンゴだぞこれ。うん、いい匂い。まあ、誰かのものかもしれないから。ああ確かに。一応置いとこう。ちょっと進んでいきましょう。さっきの。ちょっと待って。何よ。映るかお前、あそこ地面。え？また？あれリンゴじゃね？あれリンゴだよね。赤いもん。落としてんだって。やっぱり森に入った人。ちょっと待ってこれ見て足跡。本当だ、続いてる。やっぱ誰か入ったんだよこれ。誰か森に入ってるな、俺ら以外の誰かが。うん、こんなとこ入る人いるか。でもあ、リンゴだ。うまそうなリンゴだ、ま、誰かかじってんだけど。これ完全に食べてるよね。かじってるかじってる。鳥とかじゃないねこれはね。うん、ガブって言ってるよね。待って待って待って、あ、またまたあるって。いいリンゴだな。ちょっと待って、これうまそうじゃね。普通に。でもうまそうだな。ちょっとバレたらあれだけど、この持ち主に、うん、お前食っといた方がいいんじゃないか。俺ねマジで果物アレルギーなんですよ。ちょっと食ってみる。食った、どう。もううめえ。え、マジ、これ落とした人相当バカですよ。これバレないようにちょっとこうしといて。ちょっとそうしといて。こうしといてよ。うまいんだ。いや違う、前見て、前見てみよう、お前。何？足跡。ほっ。またさらに、リンゴが落ちてるぞ。ほら、ある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 。ちょっと見せろ。いやいやいや。いやいやいや。いいリンゴだ、それも。いいリンゴだ、これも。いや、いい色なんだ、これ。いいな。うん。もう一口いただいて。いや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 。じゃあお前、あんま食べ過ぎたらバレるって。かかしとけ。証拠隠滅さ。何を。ちょっと待って。しゃがめ。何何何何、動物いた？なんか、ちょっと、あそこ映るか？木？あら、誰か座ってるべよ。ほんとだ。誰か座ってない？わかる？映る？あんまり大きい声出すな。カゴ、カゴ持ってる、持ってる、カゴにリンゴ入ってる、リンゴ。待ってこれ、あ、あ、ばあちゃんだ、落としちゃったんだ。そうだ、あ、ちょっとやばいな、食っちゃったけどバレないか、大丈夫だよな。ちょっとあの下にして渡そう。多分これ気づいてないからカゴから落ちてんのばあちゃん、うん、教えてあげよう。うん、ちょっとじゃあ話しかけてくるか。オッケー、優しく行けよお前、お年寄りに優しくだぞ。分かってんだって。おい、落としたぞとかダメだぞお前。こんにちは。こんにちは。
すいません、ばあちゃん。あら、耳が聞こえないかもしれない。ちょっと耳遠いのかもしれない、ね、うん。ばあちゃん、リンゴ、リンゴ落としてるよ。落としました。届けに来たんですけど。ばあちゃん、あれ全然反応。ばあちゃん、おばあちゃん、痛い。お前早く急げっ て来てる来てる、ちょっと待って待って待って、急げって来て、お前しっかり取ったか、でも取ってダメだって、極限までしっかり取れって、お前ちょっとかわせってやばいって、来てるよね、俺も先逃げるからな、待ってって、早くしろって、やばい、やばい、怖い怖い怖い、ダメだ、やばいやばい、こっち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 、待って、来てる、来て、待って、来てる、やばい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 、ちょっと待って、急げって、回して行かないと、結構行ったね、来た、どうよ、もう出てきた、ここまで来たら安全だ、めっちゃ遠くから、まだわかるか、見てる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 、でもこっちにはもう来れないんだきっと、多分な、あそこから近寄ってくる気配ないな。一旦じゃあ車戻って。でもマジでいたな。いたな。魔女、あれ完全魔女だよな。本当にいいんじゃねえかよ。あのリンゴも何だったんだじゃあ。いやでも魔女ってさ、なんか何の物語か忘れたけど。なんかの物語で。白雪姫だったか。だったかな。リンゴ。持ってたよな。持ってたな。だから本当にやっぱあれは本当なんだ。やっぱり実際野生の魔女見たけど、リンゴ持ってたもんな。持ってた。魔女の持ってるリンゴって毒リンゴじゃなかった？お前食べなかった？でもやべえ、俺食べた、食べたよね、やべえ、待って、大丈夫かお前、いや今のところ大丈夫だ俺、じゃあ一旦く、お、どうした、待って、あ、どうしたどうしたどうした、どうした、大丈夫か、おい、ええおい、おい、待って、ちょっと待って、え、どうすればいい、どうすればいい、おい、くっそ、やっぱりあれ毒リンゴだったんだ、え、ちょっとですね、今こう倒れちゃったんですけど、今緊急でちょっと一旦動画閉めて、これからちょっと救急車呼ぶなりなんなり病院連れてくなりしたいと思います、すいません、ちょっとこんな形になっちゃったんですけど、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあの、ちょっと僕は、急ぎます。